去年も一昨年もさ、2年間ゼロマックス来たけど、下のもんとばっかりいらっしゃる。ちょっと大谷慎二郎を振り向かせるためにやったら、もう今度こそデスマッチでしようぜ。前回の畳替えなんかあんなデスマッチじゃないから。デスマッチっていうのは反則自由なんだよ。やってやるよ、もっとでかいので。